ヤクルトヤクルトは株式会社、ヤクルト本社が製造、販売する乳製品乳酸菌飲料である。ヤクルトは京都帝国大学医学部で微生物を研究していた医学博士、大田ミノルが1930年に乳酸菌の一種であるラクトバチルスカゼイシロタ株の強化、培養に成功し1935年に福岡県福岡市で 大田保護金研究所のもとに飲料として製造・販売を開始したことに始まる。ヤクルトという商品名はエスペラント語でヨーグルトを意味するヤフルトをもとにした造語である。日本国内でヤクルトの販売量が最多を記録したのは1972年で1日平均で1600万本を売り上げた。これは約7人に1人が毎日ヤクルトを飲んでいた計算になる。 2006年4月時点では、オリジナルのヤクルトだけで1日約300万本、ファミリー商品を含めると約900万本が販売されている。ヤクルト400ヤクルト 400LT、ヤクルトのガラス瓶容器発売以来、ヤクルトの容器にはガラス瓶が使用されていた。第二次世界大戦後すぐには、販売店ごとに独自の瓶を使用し、容量も数種類あったこともあった。 ガラス瓶容器は牛乳瓶を小さくしたような形状で、平行は視線で閉じられ、牛乳瓶と同様に専用の紙蓋取りが配られていた。しかし、ガラス瓶には回収に手間がかかるという問題があった。また、1963年に婦人販売店制度が始まったが、重量のあるガラス瓶は女性にとっては大きな負担となった。そこで、 1968年10月には、プラスチック製の容器が採用された。この容器のデザインは、インテリアデザイナーとして、著名な剣持イサムが担当。容器の中央に設けられたくびれには容器を持ちやすくする働きがあり、容器を落とさずしっかりつかむことができた。また、容器の中の液体が一旦くびれで止まって一気に流れ出さない上に、容器全体が安定して製造ライン上で、 倒れにくいという利点もあった。容器は酸にもアルカリにも強く、安全性が高く衛生的なポリスチレンが採用された。また、外部からの空気の混入による品質劣化を防ぐために、キャップは高純度アルミ剥製とされ、容器に密着するようシール加工が施された。6 5トルという容量は、老人や子供が一度に飲み切ることができること考慮して決められた。 この容器は2008年度、グッドデザインドングライフデザイン賞を受賞している。また、この容器の形状は立体商標として登録されている。ヤクルトは1997年に容器の立体商標を出願したが、特許庁は登録できないとの判断を示し、最高裁まで争ったものの認められなかった。その後、2008年5月に知財高裁が コカ・コーラの瓶の立体商標を認める判決を出したことからヤクルトも同年9月に改めて立体商標を出願。特許庁は登録を認めなかったが2010年11月に知財交際で特許庁の判断が取り消され立体商標が登録されることとなった。ヤクルトレディヤクルトは発売当初から宅配で販売されてきた。これは ヤクルトの長所を顧客に説明し普及する必要があったためである。発売当初は牛乳販売店を中心に販売されていたが、1940年からヤクルトを専門に販売する大田保護金普及会が日本各地に設立され、多い時で500社を数えたという。1955年にヤクルト本社が設立され、全国の販売会社を統括するようになった。また、 1963年には、婦人販売店のシステムが導入された。ヤクルトの中には宅配専用で、一般の小売店では販売されていない製品もある。ヤクルトは1970年代までオリジナルの一種類のみが販売されていた。なお、1960年頃には、金を強化、短縮培養するために、クロレラが利用されていた時期もあった。しかし、 このクロレラを培養する際に使用していたマンガンがヤクルトの成分中にも角に含まれているというデマが流れたため早々に姿を消している。1980年代に入ると1981年のヤクルト80の発売を皮切りにファミリー商品が展開され甘さを抑えたり白高部の数を増やした製品が発売されるようになった。 2019年10月時点では以下の8製品が発売されている。ありがとうございます。